はい。良い子の皆さん、こんにちは。政局は違うです。さて、いよいよ、河井案里、河井克行夫妻がですね、任意で聴取されたという記事がですね、えー、各市、えー、地元市はじめ、各社踊ってましたけれども、えー、先日ですね、携帯電話が押収されたこと、まあ、あの、広島地検がですね、ホテルに踏み込みまして、えー 押収したという、まあ、その間の大立ち回りについては、チャオの広島公選法違反事件パート12の方でね、しっかりとお話しさせていただきましたけれど、え今日はですね、あのー、まあその後聴取された後、 アンリ氏が初めて国会に出てきた時ですね、まあ、無言であの一切皆さんに対しての質問にも応じなかった。それでぎっとあの報道陣を睨むような感じで無言で足早に、まあ、立ち去っていった。 国会を後にしたといったことが報道されてましたけれどもまあそれから携帯ね調取されたの新重や現代の方ではあの、まあ、のま杏里さんがあのの取り調べにあってまあ、洋服も脱がされてしまった等々いろいろ出てきましたけれどそもそもですね令状が出て、えー、なぜ アンリ夫妻の宿泊しているホテルが分かったか、まあ、それからどこに泊まっていたのか、まあ、そういったことを良い子の皆さんも知りたいのではないかと思いました、まあ、あのこの辺の模様についてはですねチャオのノートの方にお伝えしたいと思いますのでぜひ、えー、ノートの方、えー、ご購読いただけたらと思います、えー、リンクはこちらの、えー、チャンネルの、あのー、リンク先の方の えー、関連のところ、ね、を見ていただけたらあのリンク貼っときますそれからですね、あのー、本当にまあ黒川さんのね、えー、検察の定年延長人事、もこれにどうも広島地検というか検察自体がものすごい怒っちゃって。 まあ、かえって本当に裏目に出てきてしまったようなところがあるんですよね。まあ、黒川さんも、あのー、人事延長で黒川さんを、えー、トップにしようと。 いうところまで出たところですが、いずれにしてもね、えー、これに対しても本当に検察内のこの反発たるいがすごいやっぱり出てきたようなんですよね。まあそれで今回こんなにもうかえってあのアンリさんに関して裏目に出てしまったんじゃないかとも言われてます。えー、もうちょっとここまで行くとですね、 あの収まるとととこころろを知らないないいったところです、まあ連日あの中国新聞そしてテレビ新広島とかですね、えー、まあそういったところもですね報道してましてもう地元ではもう早く何でやめてくれよといやそういった状況になっております。で えまあ「チャオさんいつが一体 X デーですか?」とかね、まあ、3月15日までに辞めてくれたり議員失職すれば補欠選挙っていうけどもう3月15日まではあと5日ですからもう、まあ、そらくあの図ぶといアントワネット様そしてね河合克行前法務大臣のことをね河合16世と最近良い子たちが呼ぶようになっていやもう本当にあのフランス革命最後の、まあ、広島の本当にね 類陽町かと思うようなお二方なんですけど、まああのーまあ、彼ら15日までにはとてもやめないと思いますけどかなりこれしっかり検察調べてますから最後、連座が適用されて、まあ、おそらくお二人とも、えー、議員ではなくなるといったフェーズは出てくるかと思います。そしてあの今ですね公職選選挙挙法違反要は当該選挙の 夏の参院選についてのうぐいす城の買収だとか運動員の買収だとかそういった話が出てますけどこれねあの長引けば長引きほどそれから皆さんあの私とあの公選法日本一詳しい上明先生もね指摘しているのは、えー、もちろん公職選挙法違反の問題もあるんですけど一番の問題はね1億5000万のお金が振り込まれていてこの話もね えー、河合さんたち長引けがば長引くほどその死と収支きちんとこちらもその1億5,000万は何に使ったのかという収支も明らかにしなくちゃいけないんですね。これ、えー、選挙の収支報告書とまた別に政治資金の方の収支報告書の辻褄があってないと、まあ、これはこれでまたやられちゃうことになるわけですよ。なので、まあ、早く、まあ 安倍政権もですねこの2人早くやめていただかないとあの巻き込まれる方々がおそらく出てくると思うんですよね。そもそもこの1億5000万誰の手によって、えー、このお金が河合夫妻らに振り込まれたのかそしてこのお金本当にあの彼らだけで使ったのか、まあ、あの選挙費用にね、えーかこあの 広島県で使えるお金の上限は約4,700万円なんです。まあ1億5,000万としてまああと1億1,000万弱残っているわけなんですね。じゃあ1億1,000万まんまね銀行の通帳の中にありますって言うんだったら別ですけどもしこれを切り崩したり他にいろいろ迂回献金したり還流させたりなんてことが起きてしまったら、えー、大変なことになります。まあ いずれにせよですね、ポロポロ、あの、うぐいす嬢や、あの、他の運動員にもですね、いろいろ、あの、お金を出していたといったことなどがバレてます。じゃあ、そもそもなんでこんなに、あの、多数の、多数人買収と、神明先生も言ってましたけど、起こったかっていうと、まあ、非常にですね、可合夫妻、人望がなくて、えー、人員の枯渇、買収の背景にはそういったことがあるんじゃないかっていうのが、今日の、えー、 地元の中国新聞にも今朝書かれてました。っていうのもやはり河合克行さんこれまでも数十人のの秘秘書書がが長続きせずあの秘書が辞職してるんですねそれは河合克行氏が横兵で態度が傲慢で不満な態度をしているためにもう秘書がくる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 変わってしまって結局お金じゃないと 選挙を手伝ってくれる人がボランティアスタッフだけじゃ集まらなかったというような状況が常在化していた、えー、そんな中で、まああのー、このンリ夫妻の選挙を手伝う方はいわば、まあ、お金によって集まってきた人たちだったというわけですね。でまあ金の切れ目の縁が切れ目ではないですけど、まあ、今回のこういった買収について えー、それでお金が支払われたことも運動員らもですね認めているわけなんですねですからあ携帯ももう捜査は大詰めに来てまして、まあ、アンジーとアライグマということでアライグマは川合克幸さんのニックネームそしてアンジーは川合杏里さんですけど、まあ、うちのね「積極ウォッチ」なうチームでは川合アントワネット様とお呼びしてますけどアンジーよりやっぱアントワネットだろうとまあ川合16世ね16世はアライグマと呼ばれてるわけですけど まあ、お二人のやっぱり携帯を押収したっていうのはやはりその運動員らにいろいろ指示を出していたところ本当に2人が出してたのっていうのをしっかり動かぬやっぱりログをね取るために携帯も押収したでそして、まあ、そのホテルに踏み込んだの本当に深夜帯だったらしいんですけどまあ、かなりですねその時の様子というのがまあ自民 幹部らから話が漏れ聞こえてきててきますそしてね皆さん気になるのはどこのホテルに泊まってたかってことですよね知りたいですよね知りたいですよねえこれについてはノートとそれからね非公開 YouTube というのを私用意したいと思うのでノートご購読の方それから PayPay でねあのお振り込みいただいた方に YouTube のアカウントをお知らせしますのでこちらでお話ししたりあのノートを で、あの、そちらの模様を書いておきたいと思いますので、ぜひあの、フルテご応募ください、えー。積極を違う。もういよいよ大詰めになってきた広島公選法違反事件、じゃんじゃんと、あの、また配信していきたいと思います。えー、もちろんこうやって、えー、フリーでね、お話しするのと、やっぱちょっと際どい話。いや、それで本当に、あの、この、可、え、愛、ー、い,い。 勝雄、河合安里夫妻の広島公選法違反事件を追ってた記者の身に起こったこととかですね。まあいろいろ本当に事件は現場で起きてます。あの、まあチャオも命がけで取材したりあの情報収集してますので、ぜひ皆さん引き続き応援してください。えー、本当に皆さんあのまあこのチャオのね YouTube の配信がもし途切れるなんてことがあったら東京から。 脅かされたりですね。何かがあったかもしれませんから、しっかりと皆さんに応援していただけたらと思います。まあ,あの問いつつ大丈夫ですけどねあのでも絶賛応援していただけたらと思います明日は3.11からいよいよ9年が経つ節目になりますけど、あの是非皆さんあの共にね。 まあ本当に世界同時多発株安そしてもうブラックマンデー令和のブラックマンデー金融恐慌かというようなあの本当にショックが今世界を、えー、席巻してますけどこんな時こそね皆さん心してあの頑張ってそしてね生き抜いていきましょうということでチャオです応援してください。ででああののペペなんですけどあのペーペー ご応募された方はぜひですね、チャオの DM とか、チャオさんあのペ p ペ y しましたとか、コメント欄書いといていただけたらと思います。えっと、ツイッターの DM とか、何かしらそういったことでオープンにしといていただけたらと思います。でチャオの LINE なんかのアカウントもこちらに貼っときますので、ぜひ LINE 登録してください。で許可した場合 あの許可しないとメッセージが送れないので LINE 登録しておいていただけたらと思いますペイペイも貼っておきますそしてノートよかったらぜひ買ってくださいということで、えー、皆さん絶賛今後もチャオの YouTube 力入れてあの今ですね本当に2700人とありがたいことにやってまいりましたもう3000、4000、5000とあのこの YouTube も盛り上げていきたいと思いますしそういえば 今日は3月10日ということでチャオのね中井の柿沢美斗さんも東日本大震災の時本当に一年生議員ながらすごい鋭い質問を政府に投げかけて被災地の人たちの,の QOL 被災地に網戸がつくとかいろんな活動を本当されてきたんです、まあ、その模様も先ほど一つ前の YouTube でも話してますし応援してください、えー、積極オーチナーも頑張ってまいりますのでどうぞ皆様引き続きよろしくお願いいたしますそれではチャオではす。